あ、どうも、サラボウチです。Amazon プライムデーセールですね。7月17日の水曜日23時59分まで、先行セール含めて開催されておりますけれども、今日はですね、あまり他の YouTuber さんが、紹介していない便利グッズ、私たくさん見つけてきまして、正直私もね、欲しいものたくさん見つけたので、それをですね、全部で25個皆さんにご紹介できればと思います。全部概要欄に URL 掲載しておりますので、そちらからチェックしてみてください。それでは早速行きましょう。では、まず毎度のことではありますけれども、このポイントアップキャンペーンですね、必ずエントリーするようにしましょう。このキャンペーンにエントリーするというボタンですね、一応概要欄に URL 貼っておきます。続いてこちらのですね、キーパという Chrome の拡張アプリでございますけれども、商品のですね、過去の価格変遷が、グラフで一目でわかるようになっておりますので、こちらもですね便利ですので、ぜひインストールしてみてください。そして今回ですね、プライム会員の方だと、実はオーディブルが3ヶ月無料で体験できるキャンペーンもですね実施しておりまして、これはですね概要欄の URL からお申し込みいただくとキャンペーン適用になるんですけれども、プライム会員以外の方だと、2ヶ月間無料というキャンペーンをやっております。月額ですね1500円のサービスでして、通常だと月額1500円で、それがですね3ヶ月無料で体験できるということで、かなりお得な期間だと思います。私もね、ずっと愛用しているサービスです。ぜひながら聞きとかね、歩いている時のインプットとかにね、使っていただければなと思います。それでは、便利グッズ一つ目でございますけれども、まずはお米がつかない立つしゃもじでございますね。こちら 15% オフで746円で購入ができます。こちらカラー展開もね、ブラック、ホワイト、ピンク、グレー、そしてクリアというねタイプもありますね。かなりねコメント、レビューが良くてですね、本当にくっつかないですよと、レビューがたくさんありました。洗う時も溝が縦だけですので、簡単にねお米を落として洗うことができるというところもいいところで、結構ね力もね入れやすい、握りやすいグリップのようです。で、横置きした時もですね、これ地面につかないっていうのがね、細かいけどいいポイントですね。そして続いてがですね、下村工業のキッチンスクレーパーですね。 15% オフで512円で購入ができますけれども、ここにねフックがついていて、便利だなと思います。なんかナスみたいな形ですかね、ヘタみたいなのついてますが、使い方はいろいろあると思いますけれども、こんな感じでねしっかり柔らかいスクレーパーとして、機能してくれるようです。この下村工業ってキッチンツールね、すごい面白いグッズねたくさん出してまして、結構人気な会社なんですけれども、私もいくつか実は、製品持ってます。特に気に入ってるのは、今回ちょっとセール対象ではないですが、このフルベジピコというねヘタ取りですね。これとってもね切れ味良くてですね、ジャガイモの芽だったりとか、トマトのヘタだったりとかですね、もう簡単に取ることができて、とてもですね楽に、使える製品でした。そして食洗機にもね、対応してるので、その点もね、いいところです。そして、続いてがですね、こちらのミスターシガのぶら下げて収納できる紐付きのマイクロファイバークロスですね。こちら6枚入りでございまして、 32% オフで1359円で購入ができます。かなりレビュー数も多くてですね、昔から人気のブランドかなと思いますが、食器を拭くとかだけではなくてですね、ガラスとかをね拭く時にも活躍しますよと。そしてですね、このコメントが非常に多かったですね。繊維がつかなくて、水滴の吸収もいいというところが多かったので、なんか食器を拭く時にですね、ストレスなく、使うことができるんじゃないかなと思います。食器拭き以外もこういう水垢をね、取ったりとかしやすいかなと思いますので、ぜひ購入してみてください。そして、続いてがですね、こちらのオーキーの、USB Type C2C の、ストラップ型ケーブルですね。ちょっとこれさっきまでセールになっていたんですが、今対象外になっちゃってますね。後でね、復活するかもしれないのでチェックいただきたいですが、さっきはね900円ぐらいで購入ができました。このコンパクトでキーホルダーになるタイプのですね USB ケーブル、結構ですね出力が弱くてですね、充電に時間かかっちゃうっていうねタイプが多いんですけれども、これはね最大 60W の高出力に対応してまして、iPhone とかねタブレット充電するときには十分かなと思います。このタイプのね USB ケーブルって、もう本当にね、いざこうケーブル忘れちゃったっていうことがないようにカバンにね常備させておくっていうために持っておくのおすすめなんですけれども、いろんなねキーホルダーだったりとかに引っ掛けることできましてですね、使うときはめちゃくちゃ短いですけれども、いざという時にね活躍してくれると思います。そして、続いてこちらですね、スーツケース用のボトルホルダーですね。こういうタイプのね製品めちゃくちゃ便利なんですよね。 30% オフで699円で購入ができますが、スーツケースを引っ張ってる時にドリンクをねどこに置こうかとか、片手塞がっちゃったりとか、結構ストレスじゃないですか。それを解消してくれるのがこちらのアイテムです。もう本当に使い方はシンプルでして、このスーツケースの持ち手のハンドルのところですね、ここに、差し込むだけです。そして、裏側ですね、パスポートとかスマートフォンとか入れられますので、移動中とかね、空港とかでとても活躍してくれます。このドリンクをね、入れてしっかり固定してくれるんですが、ちょっと1点気になったのが、このゴムバンドめちゃくちゃ強くて、なんか取り出す時もですねちょっと抵抗があるよみたいなことがコメントで書かれてましたので、そこだけ少し気になるかなと思いますが、使わない時ねこんな感じでコンパクトに折りたためて、とっても軽量で、持ち運びにも最適ですので、スーツケースに一つ忍ばせておくのはいいんじゃないかなと思います。そして、続いてがですね、こちらのファイルボックスでございますけれども、
33% オフで1679円で購入ができます。まあ、4段とあと3段のタイプ、それからカラーもですね、ダークグレー、青で様々選べますけれども、まあ、こちらはですね、使わない部分をこんな感じで、折りたたむことができるんですね。なのでまあデスクの上とかね、置いておいてちょっと使わないね部分が出てきたら折りたたむと、そんな感じの使い方ができるので結構ユニークでね便利かなと思います。そして、続いてですね、こちらマイコンフォートのフットレストでございますね。これは、私も大好きな製品ですが、 26% オフで2958円で購入ができます。もうフットレストってね、本当にリモートワークの方おすすめでして、まず一つ姿勢の調整がしやすくなって、正しい姿勢で長時間ね作業することができるようになりやすいです。で、本当にですね、もう程よい、硬さなんですよね。まあ置いてて気持ちいいですね。そして、なんとですね、カバーは取り外して洗うことができますので、長らく衛生的に使うことができます。フットレストがなくて、かつ椅子の高さがね自分に合っていないと、太ももの裏がね結構椅子で圧迫されちゃって疲れちゃうっていう方多いと思うんですが、このフットレストありきで椅子の高さとねデスクの高さ調整すると、すごくね自分にぴったりの姿勢で作業できるようになるんじゃないかなと思います。そして続いてがですね、こちらのマッハアワーバブルーンでございますね。 30% オフで448円で購入ができますが、洗面台の排水管とかですね、一気に掃除ができる製品でございます。こうやって洗面台のですね排水口の口の部分に押し付けてですね、こう泡がね一気にこう吹き出してくれて、つけ置きをね30分して洗い流すだけで、かなりですね、まあ配管が綺麗になりますよという製品です。で、香りもね、まあ石鹸系なので全然嫌な香りではなく、使うことができます。なんかちょっとね夏場で配管から嫌な匂いしてきたなみたいな方は、こちらぜひ使ってみてください。そして、続いてはですね、こちらエアコン掃除とかの、隙間ブラシですね。これは10本入りで 25% オフ1336円で購入ができます。まあ、こちらはですね、片方が、ブラシになっていて、そして、なんと洗って繰り返し使えますと。そして逆側はですね、こびりつき汚れとかを取りやすいこのヘラにね、なっておりまして、隙間汚れのね掃除にはもうまさしくぴったりなブラシでございます。ブラシの厚みも、結構厚くなるように改良されてましてですね、かなり人気の製品です。そして、続いてですね、こちら、スライムジェルでございますけれども、 31% オフで970円で購入ができます。まあ、キーボードとかね結構取りにくい場所のホコリとか汚れをですね除去する製品なんですが、5個セットになっております。こんな感じで、まあ、間に入り込んでですね汚れを一気にね取り切ってくれますので、こんなにね意外とキーボード汚れてたんだなっていうのがね実感できると思います。やっぱり普段使う仕事道具ね綺麗だと気分も上がると思いますし、こういった製品ね使って掃除するのおすすめです。まあ、こういう車の中だったりとか、ちょっとねホコリ取りにくいよっていう部分もですね、これで、取り切っちゃうのおすすめです。で、実は洗ってね、繰り返し使うこともできますので、いろんなところに使えると思います。そして、続いてがですね、これ衣類圧縮袋なんですけれども、これは旅行で特に便利です。掃除機もいらない圧縮袋でございまして、10枚入りで 21% オフ1088円で購入ができますが、実は手で巻くだけで、圧縮ができます。まあ、こんな感じで、とってもですね、スリムに収納ができるようになるんですが、私も特に長期旅行行くときはですねこういうの持ち歩いてます。反対側がね、こういうファスナーになってますので、取り出すときもですね、とても楽です。そして、続いてがですね、こちらのバッグハンガーでございますね。 20% オフで2239円で購入ができます。まあ、クリッパとかね結構有名ですけれども、それよりも若干安価で、かつこの形状がねちょっと理想的だなと思ってまして、まあ、これ若干ですねこうすぼんな形をしていることによってデスクへの設置面積がね、増えているというところが理想的だなと思ってます。クリッパとかね有名な製品は完全に円形だったりするんですけれども、その分こちらですね滑り止めがきっちり機能してくれるんじゃないかなと思います。そして、続いてですね、こちら首枕ネックストレッチャーですね。 15% オフで1680円で購入ができます。まあ、私はもうリモートワークとかねデスクワーク中心なんで、本当にねこう肩とか首がね凝ってしまうんですけれども、こういう製品で、ほぐしてあげるのがねとても大事だなと実感してます。まあ、これはこの上で本当に寝るだけみたいですね。首だけじゃなくて、まあ、腰周りだったりとか、まあいろいろですね自分の手が届かないところをしっかりですねほぐしてくれるということで、セルフケア大事だなと思ってます。そして、続いてですが、こちら海外旅行とかね行かれる方には特におすすめですけれども、変換プラグでございますね。 27% オフで3634円で購入ができます。まあ、こちらね、私も持っているんですが、いろんな規格のコンセントってあると思いますけれども、実はですねもうほぼ全てに対応できます。で、その対応させる方法なんですが、ここにねスライダーがあると思うんですけれども、これをですねスライドさせるだけで、そこに対応したコンセントに差し込むことができます。そしてなんとですね USB-C ポート3つと USB-A ポート2つ、さらにはコンセントね1個差し込むことができますので、かなりデバイスをね複数充電できるというところがいいところです。そして続いても旅行で便利ですが、こちらピンチハンガーですね。 20% オフで1120円で購入ができます。まあ、こんな感じ、ハンガーにねこれ引っ掛けて、そのままですねこちらのピンチを使うことができますというものでございまして、こんな感じでベルトでね止めるだけでございますので、まあ、ハンガー以外でもですねタオルバー
バーとかにも引っ掛けられますし、なおかつこれ折りたたんでですね、持っていけますので荷物にもならずにね、旅行で大活躍かなと思います。まあタオル干しがね足りないとか、まあそういう時にもね、活躍すると思います。そして、続いてですね、こちらもスーツケース関連のグッズですが、ワンタッチベルトでございまして、 25% オフで749円で購入できます。まあカラー展開もね、いろいろありますけれども、使い方はですね、こんな感じでスーツケースに、まあ、引っ掛けてこう荷物をですね、ここにぶら下げておけますという使い方ができます。まあそれ以外でもですね、いろんな用途に使えると思いますけれども、紙袋とかね、まあお土産とか買った時になんか手が塞がってちょっと邪魔じゃないですか。その時、こうやって引っ掛けておくのが便利です。そして、続いてがですね、これトラスのベルトファンでございまして、腰掛け扇風機ですね。これトラスね、私大好きなメーカーでございますけれども、こんなの出てたんだっていうことでちょっと買ってみようかなと思ってます。 21% オフで 12,980 円で購入できますけれども、このクーリファイゾーン2というのがね、最新のモデルみたいで、最近5月ぐらいにね発売された製品ですね。使い方はですね、こんな感じで腰に巻いて、風が出るのでハンズフリーでね、まああの扇風機使えますよというタイプなんですが、これ商材写真なんで、あのちょっとね、外にねつけてると思いますけれども、T シャツの中とかにつければですね、あのかなり涼しいんじゃないかなと思いますね。ベルトもですね、長いのと短いのついてるみたいで、いろんな体験に対応できるかなと思います。そして、この毎分7000回転のね、ファンでございますので、まあ結構ね強力ですね。これはねちょっと私買ってみようと思いますので、追ってレビューしたいと思います。そして、続いてがですね、こちらタバラットのハンドルポーチでございますね。 19% オフで2399円で購入ができます。まあ素材にしては若干高いのかなっていうイメージですけど、まあ撥水性能とかね、あるみたいですね。とかコーディラが使われているので、まあ結構いい素材ですね。こんな感じで、持ち運びにもね便利なハンドルがついていて、まあリモートワークじゃなくて出社でね、こうあの会議室移動するよっていう方は、こういうポーチあるとですね、 PC と一緒にこう持てて両手が塞がらずですね、便利だと思いますし、こんな感じで、まああのモバイル充電器ね、入れておいて充電するときですね、引っ掛けておけるとか、そういう使い方がね、理想的だなと思います。そして、続いてですね、こちらサンワダイレクトのガジェットポーチなんですが、 15% オフで1930円で購入ができます。まあ、サイズもね、2つ、それからカラー展開も2つありますけれども、ユニークなポイントとしてはですね、これ4方向から4つのポケットですね、おのおののポケットに収納ができるというところです。まあ、ポケットね、こんな感じで分かれてましてですね、まあ、ポケット同士がねこうやって重ならないように、まあ一応なってるみたいですけれども、収納してみると、まあそのおかげで膨らみにくかったりとか、このサイズでねこう一気にこう1つのポケットに入れると、もうかなりガチャガチャしちゃうと思うんですが、いろいろ区分けができるというのが便利かなと思います。まあ、ちょっと気になるのが、まあそれどこに入れたかっていうところですね。この点線が、まあ一応表示にね1234ってありますけれども、ちょっと忘れそうだなっていうのはありますね。そして、続いてですね、こちらアソのタフトポーチでございます。まあこれもね、有名な製品でございますけれども、 20% オフで2200円で購入ができます。あの水に濡れてもね、安心ということで、まあ耐久性が高いポーチとして、まあかなり有名なんですけれども、これ、ね、真ん中にねファスナーがあることで、こう中身がね確認しやすいのがいいところですね。私あの SD カードだったりとか、まあこういうね、ちっちゃいガジェットをたくさん持ち歩くんですけれども、その時あの便利かなと思ってます。そして続いてがですね、ビオレのヒアタオル、3個セットでございます。 16% オフで1453円で購入ができます。もうその名の通りみたいですけれども、まあこうやってね、あの首にかけておくだけで、まあ冷たいですよというタオルみたいです。まあ一応日向でね、30度ぐらいの屋外で使用した時に1時間ぐらいねひんやり続くっていうね効果が謳われてますので、まあそれ本当だったとしたら結構ね、いいなと思いますね。こちらも、私買ってみようと思います。そして、続いてですね、こちらティディのドアストッパーでございます。 26% オフで3092円で購入ができますけれども、もうカラー展開もね、とても豊富でございますが、まあセールに対象になっているのが、まあちょっと一部のカラーだけだったりするんですけれども、かなりデザインも可愛らしいですよね。そして、マグネットになってまして、まあこんな感じでドアに貼り付けてですね、まあ足でこう引っ張って、こうやって、ドアストッパーとして機能すると。まあ宅配とかね、よく来るよみたいな方はですね、これ、便利だなと思いますし、大きい荷物をドア開けたまま玄関ですね、出し入れするっていう方もですね、これいいと思いますね。で、ティディといえばですね、これ、私一番大好きなのが、この S 字フックなんですけれども、9% オフで549円ですが、まあ3つセットでございまして、これね、こんな感じで、曲がってですね、そしてしっかりこうここね落ちてこないように固定できますので、めちゃくちゃ便利な S 字フックです。本当に S 字フック使ってて一番ストレスなのってもう落ちてくることじゃないですか。これはですね落ちてこないし、素材もね優しいあの柔らかい素材ですので、ガチャガチャならないっていうのがね、すごく好きなポイントです。そして、続いてこちらですね、バルさんの虫来ないもんでございます。 30% オフで828円で購入できますが、まあ、玄関とかね、吊るしておくだけで虫除け効果を発揮してくれるというもので、私もね、これずっと使ってます。虫が来る量が減
減ったかどうかってちょっとねなかなか定量的にも分からなかったりするので、ちょっと効果のね実感がどうかと言われると何とも言えない部分ではあるんですが、まあ、ないよりはマシかなとは思ってますね。そして、最後こちらですね、コクヨのウォールポケットでございます。 27% オフで1318円で購入ができますけれども、3つのポケットのタイプとか、あとカラー展開もですね、まあいろいろブラックだったりとかマルチカラーとかいろいろありますけれども、吊るして使えるタイプでございましてですね、カラーが落ち着いてるっていうのもね、いいところですね。他にもですね、なんかこう書類カタログ用だったりとか小物用だったりとかですね、いろいろあるんですけれども、この小物用もねなんかいいなと思いますね。クローゼットとかで使えそうだなって思います。レシピ本とかよく使うものね、収納しておきたい方にはぴったりかなと思います。はい、ということで今日はですね、プライムデーセールであんまり他の YouTuber さんがね、紹介してないような製品をですね、まあ一気に25個をご紹介したんですけれども、全部概要欄に URL 掲載してますので、そちらからチェックしてみてください。それから、皆さんが買おうと思ってるものとか見つけたものですね、ぜひコメント欄で教えてください。私もあの買い物楽しみにしてますので、そちら参考にしたいなと思ってます。普段はこういった便利グッズですとかガジェットなどの動画アップしてますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではお時間ありがとうございました。